今回の動画はこちらのファミマで売ってるスウェットショートパンツをご紹介していきたいと思います。これ視聴者さんがすごいコメントだった。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけど、こちらファミリーマートで販売されているコンビニメンスウェアっていうところから出たスウェットのねショーツ、こちらをご紹介していきたいというふうに思います。お手価格でね買い替えやすくて、あとは緊急時なんかでね、このファミマで売ってるコンビニエンスウェアかなり優秀だと思うんですけど、過去にもねいろいろレインウェアであったりとか、もう本当結構紹介してると思うんだよね。リュックとかもやったし、で今回ねこちらのスウェットのショートパンツなんですけど、これ僕知らなくて全然気づいてなかったんですけど、視聴者の方何人かからね、これめっちゃおすすめですよって DM だったりとか、あと Twitter なんかでもねいただいてたので、まあ何気なくちょっとファミリーマート寄った時もあって、でなんかパッと見良さそうだなっていう風に思ったので買ってきたんですけど、まだ未開封なんでね、ちょっとファーストインプレッションを踏まえつつご紹介していきたいという風に思います。っていう感じで、まず開封しちゃおうかな。まあ、こういう風にね、パックに入っているタイプになっているので、なんだろうね、こう旅行の時とかもね、このままこれ使って入れればね、パッキングもすごくしやすいと思います。開けるとこんな感じ。結構生地しっかりしてるね。前のレインウェアとかリュックだったりとかがね、結構ペロッとしたね、パッキングしやすい。ほんとコンパクトに収納しやすいようなアイテムだったんですけど、結構がっしりしてるスウェットショートパンツになります。このねアイレットの部分に関してもね、金属が使われてたりとか、あとこの先っちょだよね、ドローコードの先にファミリーマートのねグリーンと水色と、ラインが引いてあるねものがついてたりとかして、細かいところまでしっかり作ってありますね。こちらのね商品紹介していきたいというふうに思います。これがね商品名のがスウェットショートパンツってそのままの名前になってまして、価格がなんと2000アンダーの1998円。そりゃ買っちゃうよね。でサイズの展開なんだけど、 M と L って2つがありまして、僕はね店頭にあった L サイズを購入してきました。なんか今年の気分でね、ショーツはこうダボっとなんか緩く履きたいなっていう風に思ったので、結構大きめのサイズがあったら大きめのサイズ買っちゃってます。で、カラーの展開は黒一色になってまして、で、次に素材の部分なんですけど、綿 100% で、しかもこれがね、USA コットンが使用されているので、肉厚で、まあ、結構腰の強い、そんな生地になっております。結構スウェットで夏のショーツとかだとテロッとしているものだったりとか、どこかこう、心もとない生地、まあそういったところがいいようなね、古着チックなものもあるんですけども、まあガシッとした素材感になっているので、汎用性高く使えるのかなというふうに思います。で次に特徴の部分なんですけども、コンビニエンスウェアのスウェットシリーズのショートパンツになってまして、 USA コットンを使用した肉厚素材のため、こうチープ感もなくヴィンテージ感のある風合いが特徴になっているそうです。やっぱりねこう風合いのところは結構いいかなっていうふうに思いますね。この光沢感の出方だったりとか、あとはね細かい部分で言うと、こういう金属のアイレットなんかもね、すごく雰囲気を出してると思います。これでねこう2000アンダーで購入できるんだったら本当に優秀だなっていうふうに思いました。であとは先ほども言った通りね、急な出張で着替えがない時の部屋着にしたりだったりとか、あとアクティブシーンでね、こうわー今日川いきなり入ることになっちゃったみたいな、濡れちゃったみたいな時にもね、ファミマがあればこれが買えるってところで、まあ、そういう風なアクティブシーンでの着替えにしたりだったりとか、あとは普通に僕なんかはね多分ファッションシーンというかプライベートで着用することもあると思いますので、まあ、こういう風なスウェットショーツ結構探してたので、こうちょっと前にギャップでもいいの買ったんですけど、それよりもかなり肉厚で、で無地になってるので、いろんな服装で使えるかなという風に思います。であとはねさっき僕も気づいた部分なんですけど、ドローコードのこの先端に関してはね、小さくファミマの印象が強いカラーで、こう3本ラインが引いてあったりとか、まあ、細かいところがしっかりと仕上げられてます。であとはねディテールに関してはこのサイドのポケットが両方あって、バックポケットは右のケツ、ここにね片方だけついてるような感じになります。っていう感じでちょっと着用してみます。はい、着用してみました。こんな感じですね。僕が 175cm 63kg くらいで、今 L サイズを着用したらこんな感じです。まあ、ドローコードをねしっかりと締めないとやっぱり緩さはあるんで、しっかりとここの部分でねギュッと縛ってあげれば問題ないかなと思います。もちろんウエストにもねゴムが入っていますので、そういったところでのねこうフィット感なんかはあるんですけど、さらにここで調節してっていう感じになります。でこれめちゃくちゃいいですね。シルエットだったりとかもやや緩めのね感じになっていて、生地も肉厚なね USA コットン使用してるからか、ある程度の重みが感じられる平付きをしているので、なんか安っぽさとか全くないかなっていうふうに思います。まあ、こういうふうにシンプルにねブーツにショーパンに無地の T シャツみたいなスタイルで、あとはキャップとかねハットとか合わせてあげれば、小物のところで調整すれば成り立ってしまうような、そんなコーディネートにも使えると思います。あ、これすっごいいいわ。視聴者さんがおすすめする理由が分かりました。これでね1989円だけ、これは安いです。本当にすごい。みんな買った方がいいよこれ。でねこのバックポケットも結構深めにできているので、大きめの財布だったりとかも入ると思うし、もちろんここのねサイドのポケット
ケットに関してもやや深めの作りになってます。収納力でいうとね、やっぱり夏場の男性のファッションって心もとないと思うんですけど、まあこれだけあればね、ほんとちょっとそこまでくらいだったら問題ないかと思います。あとはカバン持ってとか、そういう風にはなっちゃうかなっていう風に思うんですが、どのパンツも変わらないかな。はい、こんな感じですね。ちょっとパンツメインの画角にしてみます。はい、こんな感じですね。わ、すごいいいな。この丈感とか、今腰骨のね下ら辺でちょうど履いてるんですけども、膝にややかかるくらいのそんな長さになってますね。僕足が極端に細いんでね、あまりショーツとか履いちゃうと華奢すぎて似合わないんですけど、そんな僕でもね問題ないかと思います。ちょっと腰落として履くと膝が隠れるくらいっていうのかな。ただこうなるとね、足が短く見えすぎちゃうんで、ちょっと上に上げた方がいいかな。こんな感じです。やっぱりね、この生地感のところをですね、 USA コットンのね、この粗さというかドライ感の強いねスウェットになっているので、ショーツとの相性すごくいいかなっていう風に思いますね。とてもシンプルなアイテムなんですけど、ちらっと見えた時のね、このファミマのカラーだったりとか、この金属の部分のアイレットとか、こういったところでね、チープさを感じないコスパのいいアイテムになってるかなと思います。はい、っていう感じで、まあこんなシンプルなねショーツなんですけど、コーディネート3つくらいやってみたいと思います。主にね、この前もショーツの動画出したんですけども、まあ夏にねこういう風なショーツ履く人多いと思うので、そんな方のコーディネートに参考になれば幸いなので、よかったらご覧ください。ではどうぞ。はい、っていう感じでコーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。もう黒のショーツなんで何でも合うっちゃ合うんですけどね、まあ、ちょっと3つくらいやってみました。1個目はね、もうそのまま着てた、今も着てるんですけど、ユニクロ U のこの T シャツ、もう無地 T ですよね。でこれね、サイズが XL でちょっと大きめなんで、まあ、今履いてるようなショーツのゆったりとした感じと合うかなと思って合わせて、まあ、それだけだとねやんちゃすぎるんで、頭にベレー帽とか、まあ、小物使いのところでね少し落ち着きを出してみました。であれにサンダルとかスニーカーでもいいんですけど、僕はブーツ合わせたりとかはね、ショーツ今の時期すごく好きなので、あんな靴下だったりとか、ちょっとね履いたのあるブーツなんかをこうジップ開けたり紐開けたりとかして、だらしなく履くっていうのが好きなので、あんな感じで合わせます。で2個目のコーディネートは、まあアクティブシーン、僕あんな感じだよってところでね組んでみました。去年も真夏の韓国行った時に、黒のね僕自分で作ったショーツなんかがあったんですけど、まあああいう感じで黒黒で合わせて、こう半袖 T シャツにやっぱショーツだとやんちゃになりすぎちゃうんですけど、やっぱ落ち着きのある黒のコーディネートにしてあげると、それだけで結構締まって見えるので、まあ、それをベースに、まあ、ヘアバンドと、あとはレザーのサンダル、あれもねビーチサンダルとかにするともっと抜け感出るんですけど、初世のねボタンがついてるサンダルなんかを合わせて少し落ち着きを出してみました。であとね、こうかけてるアイウェアに関しても、後のオプティカルっていうところのこう調光レンズになってるので、最初からちょっと色は入ってるんですけど、さらに紫外線を浴びるとサングラスにね色が濃くグッとなるので、まあアクティブシーンにぴったりだなと思って、ああいうコーディネートにしました。で最後はね、僕が今の時期おすすめというか、もうこんな感じでね、シャツだったりとか、これはねシャツ生地のカバーオールなんですけど、まあ、それを合わせて、で足元にタビのバブーシュ、まあ、これもねレザーのサンダルとかブーツでいいんですけど、まあ、そんな感じでね合わせております。まあ、古着チックなんです。これまあ一応僕が作ったサンプルのアイテムなんですけど、まあ、真夏くらいに出すのかな、真夏にカバーオールを出すという、ね、具構を今度やろうと思ってるんですけど、まあ、こんな感じでね古着チックのちょっと襟だったりとかも特徴的なものなんですけど、まあ、そういったねアイテムにこういう風なショーツ、汎用性が高いアイテムを合わせてあげても全然合うと思うので、まあ、ただ色味に関してはモノトーンとか、落ち着きのあるアースカラーなんか合わせてあげる方がね、こうショーツっていうアイテム自体でやんちゃ感が少し出てしまうので、小物で落ち着きを出すか、色のトーンでね少し大人っぽさを出すかっていうところで調節してあげるのがおすすめかと思います。
はい、っていう感じでね、今回はコンビニエンスウェアのショーツをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。これマジで安いと思うし、本当に買った方がいいと思う。マジで使える。で、全国のねファミマで購入できるので、緊急でね着替えが必要になった時だったりとか、あとは今からのシーンだとね、やっぱアクティビティのシーンだったりとか、旅行に行かれる方もね夏休みになったりとかした時に多いと思うので、そういった時にねちらっと見てみるのもいいと思います。まあ、何よりもねコスパがいいアイテムなので、そういうシーン以外にもねこう普段使いできるようなアイテムだと思うので、なんか夏場にこう気楽なショーツないかなとか、寝巻きでも使えるし、まあいいかなっていう感覚でも買える価格だと思いますので、よかったら見てみてください。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。